地震で大規模火災が発生した輪島市の朝市通り付近の市道です。今日は復旧に必要な工事費用のうち国が負担する金額を査定する災害査定が行われ、歩道ブロックが浮き上がっている被害状況などが確認されました。車道部に関しましては、ところどころ大きなクラックがございますが、全般的には車道よりも歩道の方が、被災しているなという印象を受けました。能登半島地震による災害査定は県内では初めてで、来週26日からは珠洲市などでも行われる予定です。一方、奥能登総合事務所では被災した事業者の再建をサポートする支援センターが開設されました。行政書士など専門家およそ20人が常駐して経営相談や補助金申請のサポートなどを行うもので、電話でも相談を受け付けるということです。